お疲れ様です。ラットです。ということで、今回はですね、皆さん今、ヒーラーに悩まされてるんではないでしょうかというところで、もうね、僕がもうヒーラーに勝つためには、ということで、ヒーラーガンメタデッキを紹介していきたいなと思います。5555おめでとう。はい、というわけで、今日はですね、なんとラバデッキをね、使っていきたいと思います。こちらがですね、って感じかもしれないですけど、今ね、流行ってるヒーラー、ヒーラー単体っていうよりも、ヒーラーデッキですね。ヒーラー入りデッキに、とても強いでございまする。はい。ということで、こちらね、使っていこうと思うんですけど、こちらのヒーラーデッキが今すごい強いんですよね。こちらのヒーラーデッキ、急に話変わるやんけってなるんですけど、こちらのヒーラーデッキで僕ね、先ほどグラチレをね、12勝しまして、まあ僕も実際にヒーラー使って、こう、何がきついとかをこう、先ほどね、しっかり確かめましたので、まあ、グラチャレね、ゼロからやったんですけど、こうグラチャレね、序盤の方には結構ヒーラーがやっぱりね、すごい多かったです。なんですけども、後半になると、ヒーラーのメタデッキばっかだったんですよね。こんな感じで。ヒーラーを使ってる人があまりいなかった。っていうところで、まあ、ヒーラーのこの辺がね、まあ、メタデッキになるのかなと、思います。まあ、共通して入るのは、もうほぼほぼね、ベビードラゴンでございます。そして、まあ、範囲攻撃。そして、まあ、ボムタワーかな。っていうので、まあ、皆さん多分ね、思った方。わー、インドラないよとか。わー、ウルトラ3枚もあるじゃん。はい、わかっております。もうね、この辺のデッキ。ウルトラ多いわ。なんですけど、まあ、こういったね、遅延スケラー。とかも今すごい強いでございまする。はい。ですので、おすすめかなと思います。遅延スケラー、まあ、こちらはね、ダクネマジアチャ入ってるんですけど、ヒーラーが入ってないエリゴレダクネ。で、ボムタワーがね、メタカードになっておりますので、まあ、ミラー、同じような対決で、勝つっていうデッキになっております。はい。まあね、そのうちの今日はね、ラボを作っていこうかなと思います。はい。さっさバトル行け。行きます。ちょっと今ね、朝に撮ってるんでね、若干元気でございます。というわけで、まあ、ダークネクロプラス、ヒーラーがね、やっぱり主流ですから、そのダークネクロに対して、ベビードラゴンがね、すごい刺さっていきますね。はい、こういうことっすよね。で、バーバリアンがね、結構いい味出してるんですよ。今、まあ、やっぱポイズンとか、あとは、ライトニングが多いのと、たまに三重子がいるんですけど、その三重子に対しても、ですね、バーバリアンがね、結構防衛で輝いてくるといったところで、よいしょ、こちらのね、ラバデッキ。相手ゴレかな、もしかしたら。ゴレダクネで、もしかしたら、ヒーラーが入っていない。ヒーラーメタデッキなのにヒーラーが入っていないですけど、勝っていきたいと思います。じゃあ、ここはいい形作れてますね。相手は体育、アイスイズ、ベビーと裂いて、あ、これはもう体育ねえぞという構え。うわ、いいロケット。で、ここにディガー裏にしたことによって、相手はトルネードでディガーを後ろに下げてね、キング起動したいんですけど、そうするとパピーのダメージが入るので、トルネードしないんかい。前にも後ろにもしてないっていう。まあまあまあ、そういうこともありますよね、と。で、体育がね、多分なさそうですね。アイスイズ、ベビーロケット、ごぼうり。あと、ダークネクロもありましたね。まあ、ちょっと厄介ですけども。ここは一回、タルババで何かユニット咲かせて、まあ、ダックネ咲いてくれたら、美味しかったなと思ったんですけど。いや、これ美味しい。え？これだって、絶対ユニットいりますよね、これ。出さないと、君、痛い目、合うよ。あれ？美味しい！よし。というところで、まあ、ゴレには、このね、ラバハンドは、7アドです。まあ、1個取ったし、僕優しいんでね、相手にハンデかなと言ったところで、このね、バーバリアンが生きてくるんですよね。さすがにゴーレムに、ファイアーボールはないと思いますので、ここね、もうバーバリアンでちゃちゃっと溶かして、ダークネクロプラス、まあ、ベビーかなんか来たら、ポイズンでね、一掃しようかなと。ういそうだった。これとロケットでしたね。で、ここはもうボーイポイズン貼って、もうね、全部押し切りいただきます。これがね、今強いんです。真ん中ラバね、間に合えばよかったんですけど、ちょっとね、見てませんでしたね。見てませんでしたって。はい。で、ここはロケットでね、インドラとベビードラゴンが一緒に処理されないように、こんな感じでね、間を離して、出してあげますと。そしたら相手はロケット打ちたいってなってるんですけど、なかなか打てないってなっておりますので、
まあここはよいしょ、もうちちゃっとね溶かしてあげて、もう僕の負け筋をなくしていきます。まあ、ゴーレムがいっぱい殴る以外僕は負ける方法ありませんので、これはもうカウンターでラバ出して GG と。まあもしこれにね、相手ゴレデッキにもヒーラーとか入ってますけど、まあ入っていたところでこのベビードラプラスインドラで、まあ、空から一方的に殴れるのと、ヒーラーってボーラーとかアイスイズベビードラとかボムタワーに弱いんですけど、バーバリアンにもなんと弱いんですよね。これびっくりしたんですけど、僕がヒーラー使ってた時にバーバリアンこう防衛出されて突破できないんですよ、マジで。ババだけで抑えられて、ヒーラーは回復するんですけど、なんか結局バーバリアン多いし殴られるしで、だから回復もちょっとしかできないし、なんかねカウンター逆に受けちゃうしみたいなところで、まあ、新しい発見としてはバーバリアンにねヒーラーが、そんなに強くない、弱いというところがね分かりました。まああとはあれですね、ラバデッキであったり、まあ、バルーンデッキ、まあ、いわゆる空ですね、空とプラスヒーラーデッキはないんですよ今のところ。絶対今三重士とか、まああってロイジェイとかで、基本的にはもうゴレエリゴレなんですよね、ヒーラーデッキが入るのって。まあ、ですので言ったら陸をメタれば一緒にメタれるわけなんです。まあ、ですのでバーバリアンであったりボーラーであったりだとか、まあ、その陸に強いやつがそのままねメタになってるっていう感じです。いやここちょっと思ったよりちょっと怖いのでポイズンしたんですけど、いらなかったかもしれない。まあまあまあ、そういうこともあります。なんかファルジが火力高くないと思ったんですけど、気のせいですよね。射程が長いだけで。はいはいはい。というところで、ファルジもね、ラバーに対してもガンメタだったんですけど、弱くなりましたので、怖くないんですよね、そんなファルジも。ファルジライドラ、ダクネファルジとかいろいろいますけど、もう全然ですね、もうカモっすね。カモっす。ラバで、もう対空相手3、4枚あっても勝てちゃう時代がね、来ましたね。ここね、もう、バーバリアンで守ろうかなと思ったんですけど、まあ、一回、あ、これちょっと回復されるのやばい。まあ、ベビーだけで、カウンター狙いつつね、これインドラ出して、ファルチの角度に当たらないところに出したいですね。相手が出してこないですね。出して、これ右側、ベビードラゴン残ってますので、これにもね、なんか攻めをつなげたいんですけど、ロケット、ロケットは流行りめっちゃロケット流行ってますね。まあここはパピーがちょっと入る感じですね。さっきのねエリゴレダクね、多分守ろうと思えば守れましたね、バーバリアンで。ちょっとね捨てちゃったらもったいないかなって感じなんですけども、まあ一個は折れるだろう。こう来たらバーバでね一瞬で囲います。ここベビーで一応防衛しないと無限回復で回復させ回復ねしてしまってカウント上げますので、でここはインドラ出しちゃうとロケットで一緒に処理されてしまうので、まあ一回ね我慢と。でここはもうポイズン削ってきます。まあ、もう一周ねディガーが回りますので、まあ焦らず一個いきましょうよと言ったところで、よいしょ、ここはね美味しいですね。ファルチを多分そのまま処理できますし、もう僕はね右側を見てますからね。よいしょ、でここロケットで一緒に処理されませんようにという感じで分けていきます。でちょっと待って、ボスゲーなんでここに置いたんだろうって感じなんですけど、本当にみんなより俺が一番思ってんだけど、これあれですね、ファルチの弱点は2体目ラバなんですよね。でもいい位置に置くなファルチを。よいしょ、こんな感じで、ああヒーラー、いやそれはうまい、ファルチそこのねヒーラーはすごいうまいっすね。まあまあでもあんなのね、ババで囲みつつ、タラババやればね、おお、めっちゃ回復すんじゃん。こう、墓石で釣りつつ、ベビーでね、殴るっていうね。からの、ババで囲んじゃうよ。あ、待って、やばい。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ右側なんか回復してるんだけど。ほんとに。そういうの嫌い。まあ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 。やべ、エリが溢れてる。エリが溢れてるのは良くねえっすね。ファルチを裂きましたので、相手はこのラバハンドを溶かすことができませんので、多分一回攻めてくると思うんですよね。もう相手は攻めるしか手段がない。か、エリゴレで逆サイ釣りか？ん？釣らんのかい。これロケッティーナっすね。ロケッティーナ、そんなことある？なんか、うん、ごめんねっていう。今のまあロケット当たってたとしても、僕コスト結構ありましたので、インドラ追加であったり、バーバリアンを攻めて追加して、まあディガーもありましたのでね、
まあ、相手のエイムが良かろうが悪かろうが、もう僕の勝ちは決まっていたと。はい、そんな感じでございました。よろしく。なんで、まあ、今ね、結構、バルーンが減ったのかな？やっぱトルネープラス、ダクネー、マジアッチャ、ライドラとかビビドラ。まあ、トルネードが結構今、必須レベルの環境になってますので、バルーンが減りましたね。あとはボムタワープラストルネードの、まあ、施設プラストルネードで、もうキング起動、ノーダメでね、キング起動されてしまうので、バルーンを。まあ、そうなったら結構きついのでね、バルーンが今減っちゃいましたね。というわけで、ラバハンドはね、バルーンがきついんですよね。まあ、ラバに基本トルネード入ってないので。まあ、そこでね、今ラバがちょっとね、かけて、強いということで、やっていきたいなと思います。アンドーナツさん。いや、僕、あんこ嫌いなんですよね。ドーナツは全然食えるんですけど、はい。申し訳ないですね。ちょ、これね、することないですね。こっち削りつつ、まあ、墓石置いて、あ、ボンバーはちょっといや嫌いですね、僕。あ、でも、ここはポイズンで処理したいんですけど、あ、ヒーラー来ますよね、そう。あ、ボンバーはね、ちょっと嫌かも。まあ、でも、一方的にやっぱ空から殴れますので。いや、そうなんですね。それが強いんですね。コウモリ、オッケー。コウモリが死んだらもうオッケー。これはですね、エリアード取ったので、ここね、後ろからもラバハンド展開して、まあ、正直逆サイか同サイどっちでもいいんですけど、まあ、僕右利きなんでね、はい、右に出します。まあ、癖ですよね、癖。で、このエリゴレはワンチャンババで、囲みたい、囲まなくてもいいんですけど、普通に防衛したいんですけど、攻撃がね、若干やん、ダルメシアンですので、これ墓石のね、これで攻めてます。これ。墓石で攻めてます、僕。これ大事ですからね。これまあ、ババで先に溶かしちゃって、インドラで、このベビーヒドラゴンも溶かしちゃって、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。そうなんですよね。こういうことなんですよ。もう、空が強いの。空で勝つの。この戦いをね。空をね、制すれば、戦い勝てますので。もう、いけいけどんどん、いけいけどん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 って感じですね。はい。よいしょ。ここは、もう、ロケットぐらい撃たれないと、さすがに処理が厳しいのではないでしょうか。トルネも使いましたので、このインドラが、キングを向けば、キング戻せるのですけど、ドラ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 ーになってますね、今。すっげえことになってるんですけど。よいしょ。はい、はい、はい、というところで、もうこれね、強いんですよね。ヒーラーがなんかもう、ね、え？このヒーラー強いカードだったの？っていう風にね、思えてきちゃうぐらい、こちらね、デッキが強いのと、バーバリアンが影で暴れてるござんす。というわけでですね、皆さんね、こちら、ラブハンドデッキ。ヒーラーに、ね、困っている方はぜひお使いください。もうこれ同じようなトルネロケトルネロケトルネロケでしたね。はい。ただそれだけです。小学生でもわかる見た感想を言っただけっていう。はい。というわけで、こちらもね、使いください。この辺のね、デッキも参考になればいいかなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録と高評価の方もね、よろしくお願いします。では、バイバイ。